皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ濡れガラスの巫女、続きをやっていきます。間の雫からですね、密かの四須賀を探すということで、あの山は一体なんだっけ、冬日さんだっけ、の死も流れてきた大量の死体もあの山には残っていなかったという。みそぎが口に流れ着いていた遮影機、密かはきっとあの山にいるはず。何か手がかりになる情報はないだろうか。もうほっとけよマジで。間の雫影見、小塚田優里。行方不明となったもまま戻らぬ密か、怨霊に取りつかれ自ら命を絶った冬日。みそぎが淵に流れ着いた巫女たちの亡骸。この山では何かが起きている。一人残された優里は山で手に入れた射撃を使い、密かを覆うための新たな四須賀を探す。もう手遅れだ、諦めよう。骨董屋さんは私が都合。捜索に入った警察官たちは大丈夫なのかね。密かさんの射影機が置いてある。密かさんの射影機に残る写真の中で何かが見えるのはこの1枚だけ。黒い人影、背景は水面だろうか。残りの写真は何も写えていなかった。観光してしまったのか、真っ黒な写真ばかり。これだけでは何もわからない。密かさんの部屋に手がかりはないだろうか。こいつすぐ部屋に侵入するな。暗っ。カゴやファイルケースが置かれている。密かさんが置いていってくれたもの、何をどう入れていいのかわからない。整理がつかない。そういうことは苦手なのかこの子は。テレビとか置いてないんだね。まあ俺もテレビ見ないけどね。テレビは正直言ってゲーム用だから、ゲーム専用。てかテレビ映んないからね、うちテレビの線引いてないから。それくらいテレビを見ないっす俺。雨降ってる。ひそかの部屋は逆か。じゃあはい、ろう。映ってる。部屋を出る黒沢ひそか。くつろぐときはあの机に向かっていた。畳の方が落ち着く。鏡がある。若干なんかこう映りがあれだね。よろしくないね。開ける。鍵がかかっている。射撃が反応している。ここか。これして、これどこ、机の下だよね。机じゃない、ベッドの下だよね。1階の倉庫、倉庫の下ってことか。倉庫にベッドが置いてあるんだ。なんでこいつらはさ、こんなさ暗い時に活動すんの。もっと朝に活動しようよ。圧とか全然使ってないな。1階の倉庫ってどこだ。とりあえず、お、誰、ちょっと待って、不法侵入なんだけど。今のはあの部屋に何かが。先にこっち行く。不法侵入者。1階っていうか別に倉庫は1階じゃないのか。拾う。ファイルの方。影見の情報が書かれたもの、塗りつぶされている。これはなるみあかりっていうのかな。依頼者京子、写真本人、対象者死亡。
これで終わりにする。制服姿の女性との写真、握りしめたようにシワが寄り、何度も擦ったのか顔の部分は消えかかっている。ん？ここ倉庫ではないのか？開ける。中には何もない。あ、やっぱ1階か。ちょっと階層を変えて、黒沢って、あ、2階、第2倉庫、第1倉庫もあんのじゃん。第1倉庫ある。ただ部屋を倉庫として使ってるだけなんだな、きっと。2人しか住んでないから部屋が余っちゃってるな。その余っちゃった部屋を倉庫として利用している。ただそれだけ。なんかある、これ。分厚い本、一応売り物。あ、そうなんだ。こういうのって、あ、テレビ、ブラウン管かな、これ。ブラウン管だね。電話がまだ黒電話だったからね。まあ、あんまりこのソフトすごい若い人がやるとは思わないけど、わかんのかね、その黒電話とか。倉庫ってどっちから行くんだこれ。これ絶対いつかここに映り込むよね。で、ここか。何かが光を反射している。小さな鍵、ひそかさんの机の鍵。ほこりをかぶった書類、赤い文字、終了案件。あ、みくちゃん。そう、あの、みゆちゃん、なんかね、ワンの主人公ですみたいなこと言ったけど、違う人です。ミクちゃんが主人公ワンの。依頼者は知人か。写真あり。幼い頃から兄と二人暮らしだった。事件で失踪した兄を追い、行方不明となるが山中で発見される。その後は写真家助手を務め出産。写真家助手が姿勢の声の時の話ですね。父親は不明、3年後失踪。依頼人は娘の身元引き受け人、よすがは写真家から提供されたもの。あ、写真家はそうや、どうなってんだろう。捜索を諦める。何度か影見を試みたがダメ。存在が弱くなっていて影を追えない。生きているはいると思う。強い力か新しい様子かが必要。本人がさらかされることを望んでいない可能性も考えられる。優しい寂しい表情をした女性、儚さ。対象者、これ何、片品紡ぐみたいな。主治医あり。主治医からの依頼。失踪原因は家庭環境の不和。異母姉妹との確執があり、普段から自分を責める傾向が強い。自傷癖あり。早期に発見が必要。厳格な家族の中で孤立が原因。発見後のケアを主治医に打診。取り下げ。警察に任せてあるから依頼を取り下げる。影のある感じの女性、この人も行方不明。家族に取り下げられた。結構美人だね。小塚田優里。本人の写真。事故により家族を失い、以後精神面で不安定なところがあった。数日前から投稿せず友人にも連絡がない。普段通りに自宅を出たところは近所の人が見ている。人には見えないものが見えると医師に相談していたが完治。保護、無事保護。要観察と思われるのでしばらく預かることにする。荒んだ顔。高校の卒業文集用に学校で撮った写真。今の私の顔はどう見えるだろうか。未だに鏡を見るのは苦手。じゃあ戻るか。どっちから行けばいい。こっちから行っちゃっていいか。でかい家ではあるよね。骨董屋さんもやってるから、それなりにお店兼自宅だと考えれば、やっぱりでかくないといけないのか。
では開けますか。ファイル、何枚かの紙の間に写真が挟まれている。はるかちゃん、ああ、姫野さんが探してたね。本人の写真、依頼者、対象者ともカフェの元常連、高校時代にカフェに来ていた。ある時を境に2人とも来なくなった。同時期に学校で集団自殺があったと聞いたが、関係は不明。おとなしく優しい感じの子だった。頼まれると断れないタイプ。はるかさん、少し暗く沈んだような印象を受ける。日向美優さん、この人も山でいなくなっている。日向美優、井山幸、養母あり。母を探すと言い残し行方不明。実は本人が幼い頃に失踪。芸能事務所に所属している。マネージャーの証言では失踪前に氷上山について調べていた。美優は勘の鋭い子だった。依頼者である養母の心労が大きい。綺麗な女性が写っている。日向美優、留守番電話録音のカセットテープ、少し古い日付とともに依頼処理とラベル書きされている。榊和也、ひそかさんから名前を聞いたことがある。榊和也、北条蓮、写真あり。繁華街の飲食店勤務。蓮の依頼で弔い写真の取材中に連絡が取れなくなる。元より放浪癖があるため捜索はせず連絡を待つ。人物としては良くない印象。蓮には付き合いを控えるよう注意。榊和也、蓮さんの友人ということだけど会ったことはない。ちょっとチャラい感じだね。密かの手帳、めっちゃいっぱいんな。手帳が入っていた。依頼者と話した内容が書かれている。依頼者から連絡、生きているのか死んでいるかもわからない。どこをさまよっているのかもしれない。助けを待っているのかもしれないと思うとじっとしていられない。でも何もできずに今この瞬間も帰ってくるのを待ち続けているかもしれない。会話の重苦しさに耐えきれずに、もし帰ってきたらと聞いてしまった。静かに笑って、帰ってきたら言いたいことがある。心を使い果たした笑み。この人もいつか消えてしまいそうなほどすり減っていた。有利のそばを離れるのは心配だけど、待っているだけではダメだ。動かないと。ひそかさんはこのファイルの人たちを探していた。はるかさん、ひみのさんが探していた人。この写真があれば影見で追うことができるかもしれない。あ、結局はるかちゃん見つかってないのか。ひみのさんは亡くなってしまったけど。外へ行く感じでいいの？じゃあ、まあ家の中には別にもう大したアイテムはないでしょう。大したっていうかアイテムはないでしょう。どっちだ、いまだに分からん。逆だな。店舗の方へ行きたい。時計がめちゃくちゃある。これも全部アンティーク品かな。よし、取ろう。外へ出る。ひそか、今度は私がひそかさん。社駅の力を使い、さらに多くの人探しの依頼書を見つけた有利。有利は密かの足取りを追い、氷上山へ向かう決意を固めた。というわけでクリアです。意外にちょっと時間かかったので、まあ間の雫一つ終わらせたということで、今回はここで終了したいと思います。特に戦闘もなく、ただ話があっただけだけど。次回は4の雫、小塚田優里、はるかちゃんを探すということでやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。